2003年の北海道競馬旭川でデビューし、翌年の JRA クラシックを大いに賑わしたコスモバルク、5歳時にはシンガポール航空国際カップを制し、地方所属馬としては初めての国際 G1 を制すなどの偉業を成し遂げましたが、先日引退を発表しました。そのバルクの模様をお伝えしたいと思います。北海道競馬に所属しながら中央の重賞を3勝、息長く G1 戦線で活躍し人気を集めたコスモバルク。昨年の有馬記念の後、アイルランドへの移籍が決定。しかしその調整中に骨折が判明し、7年間の競争生活に終止符を打つことになりました。出国検疫に入るはずだった3月23日、コスモバルクは茨城のビッグレッドファーム鉾田トレーニングセンターにいました。これがバルクです。馬自体はもう元気いっぱいで、はい、まだまだ走りたい感じですけど、この足ですけど。どの辺の骨折？あの辺ですね、臼節の内側です。骨折したのは左後ろ足の臼節の内側、手術が難しい部位だそうです。有馬記念終わって、アイルランドへ、行くまでの間、まあ、こちらで軽い調整をするという予定になってまして、軽く乗ってたんですけど、ちょっと足元の腫れが ある日に歩様に乱れとかなかったんですけど、ちょっと気になったので、それで念のため検査をしたんですが、それで軽い骨折が判明しました。でしばらく休まして、乗り出してみたんですが、何日かしたら、今度歩様に乱れが出てしまったので、ちょっとこれは厳しいかなということで、断念せざるを得ない状況になりました。そうでしょうね。デビュー前、調教をつけたこともあるという鈴木さん。当時のコスモバルクはどんな馬だったのでしょうか。はい、同期の2歳馬のと合わせ馬をしても誰も相手にならないような動きをしてましたね。隣からもう目いっぱい追って食らいついてきても、バルクはちょっと行くよって合図しただけで、もうグイーンと突き抜けてって、乗ってて気持ちよかったです、はい、なかなかいないですよね、こういう馬、はい、一番印象に残ってるのは、僕としてはジャパンカップで2着に来た時の走りが、一旦刺されたのにもう一回頑張ってゴール前グイッと伸びてきた時は感動しましたね。普通ならあそこから下がっちゃうところだと思うんですけどね、勝負根性がこの馬のいいところですよね。あれは競馬場行って応援してたんですけど、いいレースでしたね。毎回毎回中央のレースから北海道とこっちと往復して、本当に大変だったんじゃないかなと今は思いますけど、まあ十分走ってくれたと思います、はい、道営競馬のエースとして数多くのファンに愛されたコスモバルク。
今後は北海道のビッグレッドファームメイワで功労馬として余生を送ることになっています。コソモ馬力といえば、外給制度第1号として、地方だけでなく中央のマスコミごもにぎわした存在として、JRA にも果敢に挑戦して、弥生賞を制し、そして皐月賞2着、日本ダービーを挑戦するときには、高橋治美知事など含めて、北海道の人たちが大いに沸いた、そんな日が、もう何年も前になるんだなと、思い出になりますけれども、シンガポールで海外の G1 を制したときは日本にいたんですけれども、非常に個人的にも嬉しく思いました。昨年の有馬記念を最後に国内では出走を終えて、そしてアイルランドに今年は行くという話を聞いたときには、2月に一度ビッグレッドファーム鉾田にも僕も会いに行ったんですけれども、非常に元気な姿だったんですがね、残念な形での引退となりました。この後はビッグレッドファーム名和の方に戻って余生を過ごすという形になります。今後はバルクにぜひ北海道の方に会いに来ていただければというふうに思います。